おはようございます。今朝はこんな感じです。こっちの方ちょっと暗いね。今日は天気予報では雷雨になってますけども、今のところうまい具合にいい感じで旅を続けてこられてます。今日もなんだかんだでにわか雨ぐらいで済んでくれるといいなと思ってます。あと残り今日入れて3日かな。もう佳境なんですけど、天気のこともあるんで然別湖に行くかどうかちょっと迷っております。おはよう、ジェラちゃん。じゃあミルクだよ。よし、行こう。見て、乾く。よし、朝食、熊田さんあんぱん、美幌峠で買ったあんぱんです。中はグリーンの生地です。なんかほんのりと笹の匂いがするような気がするんだけど、いただきます。はい、てらまたせ、ご飯だよ。はい、チェンジ、マウス、テック、よし、よし、はい、ご飯だ。あ、おりこ、チェンジ。あ、おりこ、かわいい。よし、はい、じゃあお世話になりました。お世話になりました。涼しかったね、結構。ああ、ここは涼しかった、よかった、はい、じゃあ今からとりあえず向かうところはタウシュベツ。ガソリン入れてきます、はい、その前にホクレンで入れてきます。回るか。はい、給油完了。リッター8.3でした。じゃあ改めて出発。行き先、タウシュベツ展望台に行きます。ガイドさんなしで行けるとこね。そうそう、展望台だからね。お友達だったね。おっちゃんたちだった。ほら、すごい。山のほら右側のさ、薄いグリーンのところはさ、あれ内帯高原だね。あそこは内帯か、うん。今日は天気予報は曇りかな。とりあえず曇り、うん。明日が雷なんで。南の方に行った方がいいのかな、うん、なるべく、うん、ちょっとそんなこと考えながら計画をしていきたいと思います。はい、たださ、うん、ちょっと光物にはまだ後ろ髪引かれてるどうするかな。だってもう朝は無理だもん、最終日じゃないと。まあ夜10時発だから、8じゃない、10時までに行けばいいからね。余裕は余裕なんだけど、札幌寄れないし。中学層はちょっと後ろ髪引かれてます。何や、全部後ろ髪引かれとるやん。あのパドルが書いた、1年待ったら大雪山国立公園です。この辺あたりからかな。古い橋も使ってない、ね、国鉄のさ、ちょこちょこと出てくるって配線の橋の、うん、そう、アーチになったね。ほら、第三おどけ川橋梁、600m ぐらいで見えてくるかな。あ、看板も出てます。ここや。あ、
なんかやっちゃってる。本当だ。今工事してるんだ。あのね、直してる。これが屏風岩。いいね。ね、久しぶりに来るといいね。ちょっとだけ。真ん中崩れちゃってるじゃん。ダム。ダムだから何なの。ぬかびらダム。うわ、高いな、ここ。めちゃくちゃ高いじゃん。水がきれい。全然俺は見えんぞ。見えんくていいでしょ。ぬかびら温泉。久々や。うん。あ、なんか人全然いないね。この中村屋早いのでしょ。うん。日帰りはちょっと遠慮してくださいみたいな、今の時期はね。あのホームページにそうやって書いてあった。なんかここも入ったよね。あれ、まっすぐ行くとさ、しかり別。道開通したんでしょ。しかりでしょ。ヒグマ出没タラス地帯の。すごい道が悪すぎる。あそこからなんか見える。あれ駐車場？うん。入ろうか。うん。三の沢橋。三の沢橋。もう入り口って書いて、歩いていくのか。ヒグマに注意してくださいって書いてある。なあ、怖っ、うん、なんか自転車みたいなさ、あれ、こぐんでしょ。営業中。三の沢、駐車場の反対側です。こっちない。最近、ヒグマの出没が大変増えています。衝突事故、クマとの遭遇には細心の注意をしてください。こんなん言われたらなんかすごいプレッシャーやな。熊とお化けやったらどっちも怖いな。鈴がないから。お！鳥や鳥、びっくりした。こんな感じでぐにょぐにょです。これ橋の上にいるってこと今、ね、じゃあ見えんねや。アブがまとわりつかれついて怖い。これずっと歩いていけるんだ。あ、こっちがこっち降りていくとぬかびら湖の岸まで行けるそうです。こんな感じ。This road that I am on, I gotta stay here for some time. What is it? I want to see it.で、あそこの橋を渡ってきました。こっから撮らないか。はい、三の沢橋梁渡ってきました。あ、来ますよ。ものすごいみんなここの道飛ばしてきてるね。危ない危ない。ベンチレーター開けたまま走ってたわ。五の沢橋梁500m。すごいね、まっすぐ。あそこが駐車場だ。また歩くんかな。え？ちょっと行って。なんか怖いね。しかもクロックスはやばいね。綺麗に整備されてる。森のクマさんも立ってる。
超怖がり、森のクマさん歌いながら歩いてます。出会ってはいけないのに。レールがあったところを歩いてるんだ。1955年完成。虫がまとわりつきます。さて、以上、帰ろう。種別展望台です。はい、はい、ここがまずの目的地。ここ、駐車場、あの車のところから入ってくるんだね。東京夕方の薄暗い時間の出会い合ったに十分注意してください。ほら、ここ繋がってる、ずっとこっちも、うん、はい、120m。ここだ、ここ見たよ、展望台見える、すごい見える。うん、ほら結構ちゃんと見える。水面下にこのような状態で樽種別橋梁はあります。でもほら、今日はもう水がない、見えてる。こんなに綺麗に見えてる。水量が少ないんだね。すごい綺麗に見えてる。でもちょっとだいぶ崩れてきたんだよね。床に刺されたかなのかな。あとここチクッとしたんやけど、アブにさやられた。ちょっと見て、長袖着てこなあかんわ。種別橋梁見てきました。夏はなんか湖のね、下に沈んでるって言ってたけど、全然下まで見えたね。綺麗に見えた。でもブルー噛まれたもん。蚊に噛まれたって。蚊なのこれ、もうもうなんか長袖に着替えないか、めっちゃかゆい。今から時間もあるんで、シカリ別湖の野営場にちょっと寄って行こうかなって言ってます。シカリ別湖に向かいます。
台風でね、ここどっか崩れちゃって通行止めになってたんだけど、もう今開通したようです。もうすぐ峠、こんな感じ。ここが峠、なんか地図みたいな。ほら、あ、峠だ、峠。じゃあ下ります。下りますすごい下ってます。ガチャンガチャンって来てる。おー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 、着きましたよ。どっちからも入れたんだよね。